皆さんこんにちは、ライスです。今回はスーパーマリオメーカー2やっていきましょう。最初のコースはダーダーさんのコースです。ダーダーズスピンジャンプチャレンジ、スピンジャンプチャレンジコースのタイムアタック行ってみましょう。え？あ、ここから。うお、なんだここあ、切り替え、うわ、むずい、難しい。一番最初のここはちょっとだけ速さを出すためなのかな。で、準備、今、よいしょ。うわー、もうちょっとだ。1、2、3、ゴール。スピンジャンプのチャレンジコースクリア。続いてのコースはサントラルさんのコースです。アンペリグロー、クリア率 8.04%、 結構高めなんですが、スペイン語でわからない。あれ、どっすん、普通にジャンプでいいのかな。おお、びっくりした。あ、ズタってことは、多分ブラックパックの上走っていくからの、なに意外と短いんだね。もう一回やってみます。あの後切り替えがあるのかな。スターをちゃんと取らないと。イエイマーで、一歩ずつ上がります。この上になんかブロックの切り替えはあるんでしょうか。あれ、上と下、上でいいですかね。なんか右側にもある。おお、右取れました。あー均等じゃないんですね、ここ。1、2、2、もうちょっと、うっしゃ飛んだ。あれ、乗っていいかな。でも乗っていった方が早い気がするんで乗ります。で、これ跳ね、今の土管も気になるんですけど、進んでみましょう。落ちてきたりは何にも落ちてこないか、入れるかしそうですよね。もしかしたら入れたのかもしれないけど、あ、ゴール発見。すごい、なんか作りが面白いコースでした。クリア。続いてのコースは GM ジョエルさんのコースです。20秒のスピードラン。サンドストームスプリント、1回もダメージを受けないでゴール。クリア条件がある。うわっ、え、だって意外とギリギリ。あー、びっくりしたえ、もう一回落ちたりするんだ。うわあ、ゴール。今一応パキノコで見えなかったけど、引けました。追い風に乗って、ま、早かったかなって思ったんですけど、ちょっと遅かったですね。続いてのコースはジョニーさんのコースです。20秒のスピードランでファイヤーバーガールコース、行ってみましょう。ファイヤーバースピードラン9、今まで8個もあるんだ、きっと。とりあえずえ、幅が狭い、ここ、うわー狭、ちょ、うわえ、ここ、すごい、なんか狭いコインのところ行ってるんですけど、多分タイミングとかでずれるとすぐ当たりそう。ほら、もうちょっと、あ、来たかな、いけたかもしれない。ひゅー、あ、え、上がったよ今。今のひどい
のひどい。いや、完全にいけたと思ってたんですけど、花火1個しか上がらなかったですけど、いけたって思ったら全然。今度は？お、通った！え、何が違うんだろう？秒数とかだったのかな？落ちる位置？クリア！違いが分かんなかった。続いてのコースは、海るりさんのコースです。扉に入ると未来予測可能となったマリオ、困難を乗り越えてピーチと結婚できるのか、行ってみましょう。マリオプレジェクトザフューチャー未来予測マリオ謎解きギミックのコースです。あれ、これはお城の中っぽいけどちょっと違いますね。先に入るのかな。あ、これすごい予測してる、マリオの絵があったってことは同じの選べばいいんじゃないかな。あー、来たー、すごい。これができるってことなんですね。へえ、面白い。次、3つあるうちのどこを降りるか、多分土管のところだよね。ここひらめいた。ひらめいた、土管があった。え、面白い。え、予想しましょう。何色だと思いますか。私、青色を予想します。あ、全然違った。オレンジ色、これオレンジ色だ。ここ。え、おお、びっくりした。登れないと思ったら落ちてくる感じになってたんですね。これ矢印ないけどまだ続きますかね。続いてそうな気がする。これ下なんだろう。え、待って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 、もう一回。ちょっと分かんなかったけど、パウブロックの数が関係してる。2個と1個にすればいけるってことだと思うので2個と1個にします。右側が1個で、左側が2個。この下で回ってるブンブンは何なんだろう。あ、降りてきた。これでオンオフがあって土管に入れると、すごい。じゃあ次、ゴー。この中の世界はマリオがいる、クッパもいる。あれ、多分普通に降りて行っていいっていうことだと思うんで行ってみます。ここの切り替えじゃない、これじゃない、多分潰すんだよね。来た来た、すごっ。いいのかな、普通に鍵をもらって。これだと入れないんでオンですよね。で、入るからの、あ、白。おー、再現がすごい。白だ白だ。え、これなんだろう。ここも見るのかな。4つあってゴール、多分何を取ってもゴールいけると思うんですけど、見ます、せっかくなので。でかいやつ、でかキノコだ。あれ、これ光ってる上はなんかあるかな。あ、50コイン。でかキノコにしてみよう。それ以外だと違うのかちょっとわかんないんですけど、とりあえずはでかキノコ。これで結婚できる。おお、今回はスーパーマリオメーカーツアー遊んでみました。まだの方はチャンネルご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。 See you!